ボスケア園芸店の時間がやってきてしまいました。よいしょ。いやー、天気悪くなってきたよ。ほら雨降りそう。まあ雨に当ててもいいという、なんかいろいろね勉強して、これビスピノーさんで、ビヨーンと一本だけ徒長しちゃってさ、こんな長かったの切って、まあ埋めといたんだけど細いからね、つかな根はつかなかったんだけど、こんなにいっぱい葉っぱが生えてきて、もっと早くに切ればよかったなぁなんて、うん、思ってます。なんか立派だよね。でね、下も太くなってきたよ。でこれもちょっといまいちだったかなと思ったけどね、縦にシワのひびが入ってきてるでしょ。これもこれもこいつはね、もともとまん丸なの。調子を崩してたね、この辺のもこんな葉っぱが出てきたし、これもみんな太くなってるよね。でこれね、植え替えちゃいけなかったかな、どうだろう、復活するかな。ちっちゃいな、ちっちゃいちっちゃい未生してすぐなものだったから、この細かい土で正解だったんだろうね、この辺は。で完全にタイミング逃しちゃったよね、こういうあの水はけのとってもいいやつ。だから来年の春かなと思ってるんだけど、だからこの辺が植え替えてしまったのがちょっと葉っぱの色が悪いじゃん、すごく不安。ただね、抜いてその根をいじんないでそのままそーっと刺したんで大丈夫だろうと思ってるんだけどね、そうなの。この辺さ、まあこれからねちょっと増える予定なんだけど、あ、雨降ってきた。はい、なんか刺さってる札とかにさ、水をあげて乾いてから1週間経ってからあげてくださいとか、なんかいろいろ書いてあったりするじゃん。でもあれって全部要は用土によるじゃん。だから一番大切なのはその植物の状態を見て、それが水を欲しがってるのか、いや根腐れしちゃうからやっちゃダメなのか、その辺の見極めが大事なんだろうなって、ようやく分かってきたというかね。そうそう、土も表面乾いてても中の方はすごく湿ってたりする土もあるし、だから鉢を持って重さで感じるっていうのはありなんだなって、思ってますけど、ただいま開封しておるのはこれ、どうなんだろうな、はい、何ルートン発根剤、ルートン、ちっちゃい字が、これが不思議なのよね。これ本物だろうな、どうなんだろう。ルートンって日本の会社じゃないのこれ。海外から来るんだよね。粉末のやつはすぐ来たんだけど、なんか中国製っぽいよ。どうなんでしょう。まあ、メネデールとかいうのも買ったんで、どっちも、まあ、いろいろ買って試すしかないんだよな。いろいろ情報はあるけれども。とりあえず買ってみた。届いたってやつです。いろいろね、届いてるんですよ。今日もまた変な動画になると思いますが、お付き合いくださいませ。はい。ああ、これな。バーミキュライト。バーミキュライトってね、この金のキラキラしてるやつだよね。赤玉辻腐葉土さん。これは、軽石やパーライト。なんでこれ買ったかっていうと、まあ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 、ちょっとその話は先に行きましょうか。よいしょ。いやもうこれたまりすぎだな、もうこんなにいらないな。よいしょ。
ちだね、料理だよね。よいしょ、発酵の材でしょ、よいしょ。何かね、企んでると思うでしょ。企んでるんですよ。あのね、種を買ったの。種がね、届くの楽しみにしてるんだけど、あのうち夏型の開根植物ばっかりだから、冬型のね、あのものもあったら一年中楽しめるんだろうなと思って、冬型の、開根植物の種を買いました。発根とかできんのかな俺って思ってますけど、で、なんか肌に食らっちゃったんだろうなと思って、あの葉っぱ落としちゃったじゃん、うちのアデニウムで。シュッシュとやってそいつらを退治するのに、あいつらもこう薬剤に対して耐性ができるわけ、できるんだって。だからその薬が効かなくなっちゃうんだって、同じの使ってると。だから2種類、アブラムシ、ハダニ、アオムシ、コガネムシ、うどんこ病、ハカビ病、まあまあ茶毒蛾、まあ殺虫成分、葉の裏の虫にも効くね、これ。これと、あの赤いやつ、なんつったっけ名前、なんとかってやつ、あ、名前出てこない、もう、そうそう、2種類を抗体にあげるといいよっていうので、もう1種類足しました。はいはい、もうね、一体何をやってるんでしょうって感じでしょ。冬型の開根植物はまた種を植えるときにね、箸をするときに紹介させてもらおうかなと思ってます。そしてもう一個ね、違うカクタスというアガベのも種、もうね、多肉もちょこっとだけあるけど、アガベでしょ、あとパキポディウムでしょ、まあこの 2つにしようって思ってますけど、よいしょ。他にも一体何を見せられてるんでしょうって感じでしょ。本当にね、最近そんなばっかりだよね。ごめんね、ひときわでかい箱がよいしょ。バーミキュライトってさっきのやつは、要は土に上に覆いかぶした方がいいもの、箸、腰水、なんかいろいろ調べたんだけど、要は発根するときに、発根じゃねえよ、芽が出るときに、種からね、こう育てるときに上に軽いものをこうかぶせとくのがいいよっていうんで、これが書いてあったんで買ってみました。こういうのね、これやるものはね、一個一個は高いもんじゃないんだけど、あー、なんかいっぱいあるよ。で、種まき用の土。ね、この種まきの時には何がいいっていうのがあるんだけど、そうなんだよね、芽が出る、最初に芽が出る時って、あのね、ゴツゴツのたまたまのあの水はけのいい用土だと多分ダメなんだろうな、水切れ起こしちゃうんだろうなと思って、ラコニール、これだから要はカビないようにするためにね、あの水をベンレートとかね、あれがいいこれがいい書いてあるのを端から順番に買ってるみたいな俺。でもまあどうなんだろう、殺菌剤、予防と治療、まあいろいろね情報はあったんで、まあね、本当にこの辺のものを何も使わなくても多分いいと思うの。お湯使って殺菌消毒とかして、カビないように
気をつけてやればいいんだけど、そこら辺をねちょっと手助けしてくれるみたいなアイテムなのかな。はい、もうやばいでしょ、俺もやばいと思うよ。まあこれに種まくんじゃなくて、これはこうポットを入れといて、ちっちゃいポットね。でこれ1個でよかったのよ、そんないっぱいやるつもりなかったんだけど、最低ロットが4つからだったので、まあ大して高いもんじゃないんで4つ買っちゃったんだけど、まああったら使うかな。なんかこの今のね俺のヒートアップの仕方だと。でまあこの中に入れるやつも今日届く予定なんだけど、時間指定便なんだけどまだ届いてないという。最近ねアマゾンさんやっぱり物流増えてるからしょうがないのかなって思ったりしてますけどね。はい、そんな感じでございます。はい、まあコスケ屋さんのお仕事ということでね、もうさあ何が言いたいんでしょうか。まあ今回のねブログの中に貼ってある写真とか文章で、まあトルネードブロのこと、トルネードとイラストとなんてねいう感じなんだけど、銭湯にねいろんな銭湯をね結構回ってきたのよ。まあ結構回ってきたって、3つだけで新規は1つなんだけど、その中でもねトルネードブロって書いてあるのがあって、トルネードって何ってすげえ渦巻いてるような気がするじゃない。まあなんとなく想像はしてたんだけど、でお風呂にね銭湯に行って、どれだトルネードと思って見たら、まあおトルネードって思いましたけどね。まあくるくるとまあ渦巻いてるお風呂が一つあったんだけど、うん、その時にねまあたまたまなんだろうけど、たまたまなんだろうよ、嫌な予感はしたんだよね。お店行った時に、お店というかお風呂屋さん行った時にチャリンコとバイクがすっげえ外止まってて、なんか嫌だなと思ったんだけど、まあすごい人がいっぱい、びっくりするぐらい混んでて、今まで何回もいろんなとこ行って、あそこら辺は行ってるんだけど、まあ京都市内ね、ちょっと絶句するぐらい人がいて、でもまあいいよ、昔ながらのね銭湯だし、地元の人に愛されてるような銭湯なんで、銭湯ってやっぱルールがあるじゃないね、ルールっていうのがあるでしょう。でもなやっぱり観光地なんで、その中でもね集団でやってきてた外国人の方がいて、欧米の方だったかな、いいんだよ、外国人だからって差別しようとは思わんし、まあしょうがないっていうかね、日本のそういう文化に触れてもらうっていうのもありだとは思うよ、ありだとは思うんだけど、やっぱ事前に勉強してから来いよと思っちゃってさ、当然タオルなんて持ってないよ、体洗うね、体洗ってから湯船に入るでしょうよっていうね、うん、サウナから出てきたらとりあえずザーッとこう汗を流してから水風呂入れよとかね、そんなのは誰にも、みんなが普通にやってることで見てりゃわかるだろうに、やっぱ周りの人間はちょっとうわちょっと待ってって思っちゃうよな、うん、でそういうルールもねちゃんと英語表記で書かれてたりするんだけど、読んじゃいねえんだろうなやっぱり。だから俺なんかはね、まあ本当の地元の人から見たら同じ日本人だって、俺だって観光客みたいなもんで、よそ者なんだよ。ああいう本当地元の人が通うような銭湯はね、そういうのはやっぱ気を使わなきゃいけないなって俺は思ってたんだけど、なんか
なんていうのかな、迷惑だと思うんだろうな、やっぱり。ちょっとひどかったな。集団だからさ、でそんな広い銭湯じゃないから狭い水風呂に4人ぐらいで入りやがって、いつまでもくっちゃべってんと入れないんだ他の人はな。あの日本人だけだけったら結構みんなでこう譲り合ったりとかしてね、あいよいよすぐ出るからとか言ってね、そういうのはないもんな。どうしたもんかね。まあ俺がここでそんなこと言ったところで何がどう変わるわけではないと思うんだけれど、よいしょ、ボンドです、ボンドね。ボンドがあっという間になくなっちゃって、慌ててます。はい、ボンドと薄め液ね、小分けします、小分けね。これがまた時間かかるのよ、こうやって泣き言言っても始まらないので一生懸命やります。はい、やっぱでもね、ほんと最低限守らなきゃいけないルールを分かってればみんなでね気持ちよくお風呂入れるんだけどね。うん、でよ、前から俺がすごく気に入ってるっていうか、なんか目を奪われてしまったというか、好きなイラストがあったのね。とても好きなイラストがあって。でもそれって、脱衣所の中にあるから、脱衣所の中でスマートフォンのカメラを起動するっていうのはダメじゃない、やっぱり。だから写真撮れなかったの。まあ、誰もいない時ならいいんだけど、まあね、この回のブログではその脱衣所の写真があったりするんだけど、でも人なんて写っちゃいないし、ただ単にロッカーのね、昔から使ってるロッカーの写真をねちょっと紹介したくて、ロッカーっていうのかな、なんていうんだろうね、撮った写真はあるんだけど、それだってルールだと思うけどな。なんか好きなんだよね。何がって言われると困るんだけど、その絵の中の彼女に恋をしたわけじゃないんだけど、なんかねすごく気に入っちゃって、このイラストを描いてる人は誰なんだろうとか、他になんか漫画とかね描いてる人なんだろうかとかね、いろいろね考えちゃって、うん、まあまあそんな感じです。ということで、まあ今回の動画もねサクッと終わりますが、サクッておりますが、お仕事してます。はい。だから今日ね、ほんと5本6本まとめて撮ろうと思ってるのよ。だからこれから先どうなるか分かんないけどもね。まあ一応そんな感じでございます。また遊びに来てね。バイバイ。終わりと思ったんだけど動画。なんかキリが悪くて。次の動画始めるにもな、みたいな。あ、これ。いいんじゃない？何？苗を入れるトレー、お仕事に使えるじゃない。ね、こうやって一個一個、私が小分けしております。そして、ラベル貼りもしております。なんてことない作業だけど、これ結構コツがいるのよ。ここでちょんと押さえておいて、ポンって入れると入るんだね。結構時間かかるのこれ。痛い。よし。はい、ってな感じで今度こそ本当に終わります。
このペースで言ったら今日そんなに動画いっぱい撮れないな。まあ、そしたらまた明日にしましょうか。それぐらい緩くやんないと、なんか気持ちが折れちゃいそう。これでまだ半分なんよな。置くとこがないから、とりあえずやってるけど、こうやって。よし。ほんとね、ボンド、皆さん使っていただきありがとうございます。っていう感じで終わります。今度こそ、じゃあね、バイバイ。